はい、今日ね、今朝です。今朝生まれた赤ちゃんです。どうだ、ピンと合うかな。合わないな、ね、今朝生まれた赤ちゃんたちです。2匹です。男の子と女の子、大きい方が女の子です。お母さんはモカです。お父さんちょっと大きめなんで、今回の子は、しっかりしてます。ちょっとじゃあこっち側から見せてもらおうかな。お母ちゃんちょっと見せてね。お母さんよいしょ、ちょっと見せてね、はい、この子大きい子ね。この子がよいしょ、ちょっと見せてね。大きいね。しっかりしてるわ。ほらこんなしっかりしてる。はい、こんなしっかりしてます。お母さん心配やね。はい、こんなしっかりしてますよ。はい、ちょっと一回切り、はい、一姫一太郎です。で、お母さんのおっぱいのところに行ってます。色が若干濃いめの子で、小さめの子が男の子です。それから、これね、この子ね、この子、大きい方でちょっと色が薄いめの子が女の子です。お母さんがね、必死に守ろうとしますので、今はあまり刺激をしないようにしようと思います。よしよし、じゃあここから撮るから見せてな。はい、左のね、大きい子が女の子、右側の小さい子が男の子です。今お乳をね、男の子が一生懸命吸いに行こうとしてますね。吸い付いたみたいです。まだね、尻尾切ってないんです。今日生まれたとこですから。尻尾切る前はこれぐらいの長さです。3分の、1ぐらいをね、切って、落としてもらってます。はい、男の子の方が頑張っておっぱいを飲んでます。はい、モカちゃん、お母さんのモカです。今日頑張ったね。今朝、早朝から出産始まって、8時か9時ぐらいかなに2匹目が生まれました。今日が、5月の27日です。この子たちは5月27日生まれです。お顔ね、みたいな子ですけど、お顔、まあ今見てもまあ、これからね、表情は変わってきますので、こんな感じです。こんな感じね、はい、こんな感じです。まだね、目も開いてないですし、シワシワですしね。で、こっちは男の子ですね。男の子こんな感じ。はい、お母さんが持っていくなって言ってるので、この辺でやめときます。はい、頑張っておっぱいやってね。はい、よしよし。ね、しばらくね、これから、離乳をするまでお母さんがおしっこもうんちもね、全部舐めてね、食べてしまいます。はい、ちゃんと処理をお母さんがしてくれますので、その間はね、非常にね、赤ちゃんも綺麗に、もうずっとこうやって赤ちゃん舐め回してますので、ずっと綺麗です。で、離乳食が始まると、うんちがね、今まで、母乳でだけを飲んでたうんちと違って、本当のね、うんちになってきますので、だんだんとお母さんは、食べなくなってきます。で、最終的に、しっかりしたうんちをするようになって、離乳をします。そのちょうど食べなくなった頃というのが、お母さんが食べなくなるんで、うんちもね、お尻についたりとかいうことがありますから、その頃が、私たちの出番で、しっかりと管理をしないと、お尻にうんちがついて綿のようになってね、うんちができないっていう風なこともあり得るので、気をつけてみないといけません。まあ、それまでは結構お母さんがしっかりと面倒見てくれるので、私たちはお母さんの管理ですね、ご飯であったりとかね、その辺のしっかりとご飯を食べてもらって、いいおっぱいを出してもらえるように、なかなかね、いいドッグフードをあげたりとかね、します。
G-PIG であるとか K9 であるとか、そういう原料はお肉が中心になったフードをあげます、ね、こうやってね、おっぱいをね自分で吸いに行くんですね。頑張れ、おっぱいに行け。これぐらいの大きさだと非常に安心です。生まれた時ね 100g を切ってるとなかなかね、おっぱい自力で吸えなかったりとか、こちらが2時間おきぐらいに、シリンジ哺乳瓶を使っておっぱいをね足したりとか、ミルクを粉ミルクとかね足したりとかしないといけない子もいますけど、これぐらいのしっかりした子ですと非常に安心です。これから成長の様子を動画でアップしていきますので、お楽しみにしてください。この動画、チャンネル気に入っていただいた方はぜひ登録をお願いします。それではこの辺で一旦終了いたします。皆さん頑張ってね、お願いします。